この縄張り、土管がいい味出してるよな。なんといっても広いわ。他には何もないけどね。十分だ。なあ、おかしくねえか？この草大きくなりすぎ。ああ、そう言われれば。今まで2メートルくらいだったのに。3メートルぐらいありそうだね。背伸びてるね。夏だから成長しているんじゃない？そんな私も成長しているわ。そうか、チンチクリンじゃねえか。角度がどんどん高くなっていくでしょ。ワンコも言い返すようになったね。私に弟子入りしたのだから当然だ。あ、私強くなる。よしよし、その息だ。まあこの草は成長期ってことで。俺様もこれぐらい高くなりたいぜ。おいおい、この草もう5メートル越してるよ。実は妙な生き物じゃね。ある日ワンコの姿が消えた。するとこの植物はワンコの身長分背が伸びていた。怖いでしょうが。ある日ガクトの姿が消えた。するとこの植物が花をつけた時、そこにガクトの顔が。あー、気持ち悪いわ。ぬぬ、だが物理的に殴れるなら化け物も平気だ。ふん、うるさいな。ちょっとだけだ。まだミサイルを撃ち込まれた方がマシだ。いや、それはどうなのさ。こら、ガクト！学校の先生からちゃんと宿題させるようにって電話来ちゃったじゃん。この草はあれだよ、リュウゼツランじゃないのかい？リュウゼツラン？そうさ、こんなレアな植物がこんな空き地にね。なんだその漫画の敵キャラのような名前は。あんた本当に小学生かい、ヤマトちゃん。この子は悪党か芸人かどっちかになる気がするね。まあ桃代ちゃんのおじいちゃんがもっと詳しいんじゃない。では呼んでみよう。ボケ始めのブルセラジジイ。どうも、お前いい度胸してるな。一瞬で来ちゃったよ、この一族は。全く。なるほど、こりゃまさに流絶乱じゃの。ありゃ50年前かの。確かに咲いとった。50年？壮大だな。人間50年と同じ年数か。この花はその子供ってところかの。咲いて枯死する前に子株を根元近くに作り残すと聞いたが、よくはわからん。わからん。この花は個体変異が大きくて変種も多いため分類は難しいんじゃ。昨年期も花によって違うし。まあ明後日には黄色い花が咲きそうじゃの。おっと、ルート将棋の途中じゃったわい。
しみよね、楽しみよね。まあな、粋なイベントがやってきたもんだ。みんなで写真撮ろうよ。ガクトが写真撮影する係な。俺様が写らないことをどうするつもりだ。卒業アルバムの欠席者みたいに上に。そんなネタ的に美味しいのはキャップに増すぜ。確かに美味しいな。あ、そこ考えるところなんだ。おい、またこっち見てたな。うん、あ、なんだ、目を見ろ、目。私も。おい、なんだ、行っちまうのかよ。わかんねえ、俺に話あるみて。ば、ふざけんな、ちげえよ。いや、そんなの関係なくて、女とか嫌だろ。そのアニメキャラっぽい話し方、なんとかならんか。関係ねえだろ、危ないから消えれ。でもいいよ、手伝え。人手は多い方がいい。今一人で帰ると逆に危険だぜ。あ、そうか。川上桃代だぞ、私は。シーナとワンコを家に帰すぞ。風呂入って早く寝ろよ。いいさ、一人で川上院まで帰る。危ないよ。でもそれがいいんだ。
暴れるな小娘。ったく。正直待たせる割にはすごく綺麗な花でもないな。まあ50年に一度なら感慨深いがな。手触りとか普通の草なのにね。あんまり触るとかぶれるかもよ。ああ、マジで？こら、俺様の手になすりつけるな。俺たちが守った花だ。放っておいても自力で咲けたなんて考えはこの際なしで。ずうずうしいけど、そっちの方が楽しいよね。たく、ほんと仲いいね、あんたら。ほら、写真撮るんだろ。パシャリと行くわよ。よし、お前ら集合。写真だ写真。お前も来いよ。ヤマト、お前に怖がってる節がある。お前が連れてこい。マジで。その子新顔かい？さあ撮るよ。はい、チーズ。流絶乱の中でも変わり種っぽいよな。またこの花見るとしたら50年後だな。私たちは60歳くらいだぞ。じいさんだな。私は壮絶な修行により若々しいままだろうが。この人の場合本当にそうなりそうなんだよね。またみんなで一緒に写真撮りたいな。面白いな。50年前の今と同じポーズでな。俺ぎっくり腰になってたりして。君も元気だったらその時は来なよ。